6月17日、トランプ大統領は正式にウイグル人権政策法に署名しました。これは米国政府がウイグル人を迫害する中国当局に制裁を課すことを許可したと意味しています。法案の内容によると、法案の発効から180日以内、および毎年、アメリカ当局はウイグル人を非人道的に長期にわたって扱い、 交禁した中国当局者を特定し、制裁しなければなりません。また、将来、米国国務長官は定期的に、信教における人権侵害を、衝実した報告書を議会に提出しなければなりません。米国が利用できる制裁措置は、米国内のロックされた人物の資産の凍結、米国への入国の拒否、ビザ発給の拒否、またはキャンセルの4つです。また、この法案は、米国大統領が、 中国当局にウイグル人への弾圧を非難することと、新疆のすべての再教育キャンプを閉鎖させることを要求しました。6月18日朝、中国外務省はこの法案に対して、ウイグル人権政策法は中国の新疆支配政策に悪意を持って攻撃し、中国の内政に著しく干渉したと述べました。 北京当局は米国に東法案の実施、および中国の内政を干渉する行為を、直ちに停止するように求めました。中国外務省は、そうでなければ、中国は断固として抵抗し、それから生じるすべての結果は、米国が全面的に負担しなければならない、と声明しました。<music>